途中で切れたのでもう一度。これですね、多分これ卵です。これが迷惑なジャンボタニシだとすれば、これは取って帰って買うとダメやと思うんですよね。でも判断つかないんですよね、僕には。教えていただければ来週にまた取りに来ようと思いますが、これ稲を全部ダメにしちゃうはずなんですよね、所さんの番組で見てた範囲では。こいつです。映るかな。あ、映った。これジャンボタニシかな。ジャンボタニシならダメですよね、ガッチャね。で、ちっちゃいのもいるんですけど、ちっちゃいのも多分これ子供ですよね、ジャンボタニシのね。これを取っていくわけにはいかないですよね。いいのかな。水槽で買うとすごくいけないことな気がします。あれ、チガニかな、チザリかな、チザリかもしれないやつがいました。ものすごくちっちゃいです。今から取るために、本気になります。40年50年近くぶりに手づかみをします。映るかな、映らないよな。切らせていただきます。はい、失礼します。ご視聴ありがとうございました。